機関車に用いいられているエキセントリックの例、エキセントリックとは、回転する軸に軸と中心をずらして、円形のディスクを堅固に固定した機械要素である。エキセントリックという英単語の変身したという意味に由来している。蒸気機関車においてよく用いられており、回転運動を直線往復運動に変換して、便装置やポンプを駆動する。リターンクランクも、 全く同様の働きをするが、リターンクランクは回転軸の末端か車輪の外側にしか取り付けることができないのに対して、エキセントリックは車輪の間の軸そのものに取り付けることもできるという点が違っている。同じように回転運動を直線運動に変換する機械要素でほとんどいかなる加減速度にでも変換できるカムとは違い、エキセントリックや リターンクランクは回転運動を単振動に変換できるのみである。エキセントリックの動作説明図を示す。シーブは回転軸と中心をずらして接続されているので、軸が回転するにつれて、シーブの中心点が軸の周囲を周回する。シーブの周囲には溝が付けられており、エキセントリック、ストラップという円形のツバがはめ込まれている。 シーブとストラップは互いにはめ込まれているだけで固定されていないので自由に回転することができる。このストラップにエキセントリックロットが接続され、エキセントリックロットの反対側がガイド付きのロットにつながれている。シーブが回転軸の周囲を周回するにつれて、ストラップも上下左右に動くが、エキセントリックロットの先はガイド付きのロットに接続されているので、 上下方向の動きは、ストラップのシーブに対する回転とエキセントリック、ロットの首振りで吸収されて、左右方向の動きだけがロットに伝達される。結果として、回転軸の1回転につきロットは1回の往復運動をすることになる。タンデム自転車におけるタイミングチェーンやシングルスピードにおけるリアディスクブレーキやハブギアと共に、 ボトムブラケットをわずかに前後に動かすことができるようにしてチェーンの針を適度に保つ部品を指す用語としても使われている。これらの部品はボトムブラケットシェルに通されたくさびや一結目ネジまたはボトムブラケットシェルを締めているピンチボルトによって位置を保たれている。シェルドン・ブラウンズ・バイシュクル・グロッサリン EF ・エキセントリック2007年6月9日閲覧 キャノンデール 1FGEG チェーン転写ニング。2007年10月19日閲覧。ありがとうございます。